はい、どうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしていきたいと思うんですが、まずはこのボロ負け、何ポイント差、8ポイント差、8点差ですよね。いや結構なボロ負けで、実はね今回ちょっとある試みをしてみたんですよ。縛りをね、っていうのは皆さん結構苦しんでる方も多いと思うんですけども、ドラゴンライダーの修正がね、ターゲットする時のその射程距離がコンマ5マスかな、短くなったっていう、あの修正が入って以降ドラゴンラッシュがめっちゃむずくなったのよね。まあ、つまり僕らのクランの主力であった花火とかが、まあ、上げにくくなってるわけですよ、だいぶで。それね、クラン全体にその影響が波及していて、チャンプリーグ1からも下落しちゃったし、クラン対戦でもやっぱ全開取りにくくなってるんですよね。まあそうは言っても、例えば JWC とか10人対戦やったら、まあ26とか5ぐらいはいけるんです。だけど、前みたいに8、9とかが、そんなになんていうのかな、ガチガチのガチでやらなくても取れてたような状態からすると、やっぱ結構その全開取れずに苦しんでいる感があって、で、それを打破するために、今回ね、2つの縛りを設けました。で、1つは、食い火ないしは、突撃艦スパビズを組み込んだ戦術以外使っちゃダメよ。まあ、つまり、ドラゴンラッシュに頼るなってことです。簡単に言うと。で、もう一つは、牛のクランね、なぞり下手なんですよ。で、このなぞりっていうのを、秘書権の場合、必ずやってくださいと。で、なぞれない、リプレイしか残ってない村は攻めなくていいですってやったんですね。したらこうなりました。はい、ドン。これが、ドン。相手の防衛見てください、これ。防御2っていうのは2回攻めたってことなんですね。で、防御4でこの 100% になってるこの2番の相手みたいなのは4回目でやっと取れたってことです。でこうやって見ていくと、めっちゃこの7番も取れてるよね。でもこの10番5回、もう沼ですね、これは沼。で、13番2回。で、22番も2回でしょ。で、24番とかは前回か。もう結構さ、ほら、28も29も3回とか5回攻めてこんな感じなのよ。もうこのね、状態はちょっと非常にまずいっていう感じですよね。まあ、では全部全開が13個あるんですけど、このうちの10は職権で取ってるんですね。まあ、つまり今のスパビズとか、クイヒー系の戦術が上手い人が初見で取ったっていうのが、この10前回で、残り3前回はそっからのなぞりになってるんですけども、取れてないんですよ。やっぱね、この練習方法って何が起こるかっていうと、今みたいに初見で全然取れなくなります。ただね、これやっぱね、週1ぐらいでやっていこうかなと思ってるんですよね。戦術の幅をもう無理やり広げて、いろいろ試してみるっていう、機会が週に1回ぐらいはあってもいいかなというふうに思ってるんで、まあ、それを取り入れていこうというふうに思っていて、まあ、これからね、まあ、うちのクランでは、ね、週1でこんなような、縛り体制もやっていこうと思います。ただ、戦術プラス、ナソリの縛りを入れちゃうと、もうむちゃくちゃになっちゃうんで、まあ、これからはどっちかの縛りぐらいにしていこうかなというふうに思っていますけどね。で、なんでこんな沼ったかっていう話をしたいと思います。このね、10番。こいつがね、くせ者だった。マジでくせ者。ゼロさんがね、一番最初アタックしたんですよ。で、この、アタックっていうのが、ね、クイヒーディガホグですね。クイヒー縛りなんで。ベビドラで両サイドカットしてから、ディガホグを、クイヒーをタウンホールに流し込んでいく。このね、隙間にこう、なんか、溝があるんですけど、まあ、溝でこの隙間ね、これね。まあ、ここは使わなかったっすね。使ってもいいんだけど、本番のクラン対戦リーグとかでさ、こういうの使う機会ってあんまないし、あったら使うけど、ノラでまでそれ使って勝つのも、まあ、別にいいかな、しなくて、みたいな感じでしたね。はい。で、使わなかったですね。で、ここに関してはすごくいいと思うんですよ。ポイズン効果の中からさ、クイーンが綺麗に外れてるしね。で、マルチンフェルも倒します。これでもクイーンの後すごい大きいよね。で、キング10日弊社を3次方面出してからディガホグっていう、この形もめっちゃ良くって、こんな感じね。なんだけど、ポイントはここ。このクイーンなんですよ。このクイーンがね、進軍インフェルノにターゲット取られながら防衛軍の処理しなきゃいけないって、この絶妙な、この距離感に入ってきちゃってるんですね。
で、これが仕組まれてたと思うんですよ。このシングルがもうなかなかね、壊せないの。この金庫とかクラン城があったりして、ディガフォンがつかないんですよね、なかなかここに。で、延々とこれにクイーンが打たれ続けるもんだから、こういう風にちょっと目を離した瞬間にこんな感じ、体力削られて、相手のアーチャークイーンともここで無事当たっちゃって、で、クイーンが落ちるんですよね。で、さらにさ、これ、トルネードの場所が悪いよね。ここにあるんだったら、この反対側からなぞればよかったんだけど、みんな同じ方面からなぞっちゃっていて、これも良くなかったかもしれない、ちょっとね。まあ、っていう感じなわけですよ。で、最後ほら、シングルインフェルノにもういいようにやられちゃって、結局これが最後も最後まで壊せずに、前回逃すわけですよね。で、今回のこのセミを見て僕思ったのは、ここね、キングがこれ、ね、やられてますけども、こういう風に入ってきてるわけよ。じゃなくってキングをもうダイレクトにここの壁をぶち開けちゃって、ドーンとこうね、キングこっちにこう入れていったら、ディガフォーのルートがね、こんな風に、どう言ったらいいのかな、こういうルート、クイーンが動いてこういうルートでシングルインフェルノに向かってくんないかなと思ったんですよ。で、それをやった僕のなぞりを、まあ、今から見てほしいと思います。これね、僕のそう、1本目のこれ、2本目はこれね、ながらね、スーラマでね、ソスウィズラバルがアホみたいに刺さる配置だったんで、ラバルボコボコでしたけども、一応取りました。で、こっちね、ディガホグ、どっちかというと僕、こっちの方が得意な戦術の範疇なんだけど、なぞりをしてるんですよね、完全に。ちょっとまあ修正は若干加えてます。はい、こんな感じでベビードラでターゲット取ってから、アチャ島にバルーンを当てて、バルーンでアチャ島を壊しますと。で、この辺ね、もう壁焼けとかサイドカットもきちんとやって、キングとかね、ペッカがそれないように気を使ってもいます。んで、これよ、アーチャークイーンをしっかりタウンホールの中に入れていって、これもそれないですね、ちゃんと中に入っていくんですね。いい感じでタウンホールにクイーンがアプローチしていきます。ここまで順調そうですよね。だいぶベビードラのカットもいい感じに効いていて、クイーンはタウンホールをターゲットして、で、体力の回復ね、もうちょっと待てそうかなと思ったんで、少しだけ遅めにレイジを打って、レイジの節約をね、せこせこしてます。はい、こんな感じね、体力マックスにここで回復するのでいいかなみたいな感じですね。で、対空砲たれますが、クイーンが撃破、中に入っていきます。で、やっぱね、防衛軍の処理っていうのをディガホグを出しながらするのはちょっときついなと思ったんで、少し待ってディガホグ出してます。こんな感じで、当たる瞬間ぐらいにディガホグ、あ、これがまずかったから、もう少し待ってもよかったかもしれないな。ディガホグを変なタイミングで出したと思うんだから、待ちきれずに、これね、うっかりクイーンにインビジブル使っちゃったんですよね。で、こっから先もトーモを使ったり、ホグライダーを出したりなんかしてる間に、結局クイーンがこのシングルインフェルノにたげられちゃって、こんな感じ。もうシングルにいいようにやられるんですよね。ほらほら、またシングルたげられて、これもレイジももう無駄にしてるでしょ。ただまあ、キングはちゃんと壁の中にこう素直に入ってきてくれていたので、まあ、これに若干救われたところはあって、ホグライダーが中心部分のこのクラン城あたりにこう向かっていってくれてるんですね。で、ロイヤルチャンピオンもちゃんとシングルインフェルノにアプローチしてくれてる。で、ここにヒールがたけているので、中央のユニットを、まあ、そこそこ生き延びてくれたんだけど、いかんせんね、まあ、このペッカにヒーラーがついちゃったっていう不運もあるんだけどさ、お前本当はこっち回る予定だったら話が違うぞ、この野郎っていうペッカがいるんだけど。まあね、それにしてもやっぱクイーンがさ、落ちちゃうっていうところで、このプランはね、もう相当まずいと言わざるを得ないですよね。まあだから、その援軍処理とシングルインフェルノの対応っていうのを、ディガホグ回しながら見れるっていう風に、自分の力を過信してプラン立ててしまったことが、なぞりに行ってしまったことが今回のもうこの敗因の大きな要因かなっていう、まあ、時間さえあればいけたかなっていう感じだけど、そういう問題でもないよね、これね。90%、92% かな。ちょっとね、この、見誤りは大きかったかな。こういうところはやっぱり良くないですよね。なぞりをやっぱする上でもそうなんですけど、
一発目の攻めを見て、このプランってなぞれんのかな、どうなのかなっていうところ、これね、この、惜しかったから、もう同じことをするとか、ちょっと修正するっていうのも確かに大事なんだけど、そもそも、食い火なら食い火がちゃんと活かせるルートが選べているのか、作れているのかっていうところね。そこに関して僕はこのクラン城から来る援軍がもうアイスゴーレムラバハウンドっていう食い火おろしの援軍ですよね。シングルインフェルノと一緒に相対するならですよ、っていう援軍に加えてこのシングルインフェルノの組み合わせっていうのを、処理できるっていう風に踏んでしまったことがもうそもそもの間違いだよね。そこで見誤ってしまったがために、クイーンが途中で落っこってしまって全然最後まで伸びなかったというところになります。でこれね、5人なぞってるんだけど、 K さんもね結構うまくねこれをやってたんだけど、それでもダメだったんだよな。最後にこれ見てほしいんですけど、こんな形で、中央部分のシングルインフィールドのやっぱり、脅威なんだけど、そこに果敢に食い火で挑んでいきます。で、これ確かね援軍を釣るのかな、この、隙間のところからなんかユニット出して台かなんか出して先処理をしたはず。でもそれをやったとしてもやっぱりシングルインフェルノにやられちゃうんですよ。まあ、それぐらいアーチャークイーンにとって手の届かない位置にあるシングルインフェルノっていうのは脅威なんですよね。はい、あこれねやっぱり今ジャイ出したかな、ジャイ出したかスニゴブかなんか出して、このシングルアーチャーは援軍釣りましたね。でここで援軍処理するもんだから、この援軍処理めっちゃ美味しいじゃないですか。まあ、きっちり ラバ処理できてアイスゴーレムの処理もできるんだけど、だけどやっぱりシングルインフェルノに届かないところから延々にたぎられちゃうっていうのはもうフリーズを切らすことができないから、かけ続けなきゃいけないんで、まあ、そこのねやっぱ難易度っていうのを見誤っちゃった。でそこに食い火を入れるっていうのはおそらく日本の中でもきっちりそれそつなくというかね、こなせるプレイヤーってほぼほぼ一握りしかいないと思うんですよ。本当に食い火うまい人だけで、そういう人がやるようなプランニングっていうのを果敢にやってしまったのは、これも勇気ではなくて無謀だったなっていうのを、まあ、自分自身めっちゃくちゃ反省します。はい、これねディゴの展開もだからちゃんといい感じですね。もう早くできていて、しっかり壁も穴が開いていて、キングペッカも僕みたいに反らしてないんですよ。きっちり入ってるんですけども、これシングルインフェルノ見てください。これはいディガホグに遠向かけて目を離してる隙に一気にクイーンを焼き払い、インビジが遅れレイジがかかるけども、この後の東宝石器アーチャークイーンにクイーンが落とされるという格好になるわけですね。こんな感じボンと食らって、もう一発ドンと食らってクイーンが落ちていくわけですね。であとはディガホグがまあ一応いるんだけども、こいつらが伸びてくんないんですよね。ババヤンキングも先行していっちゃったんで、落っことされてしまっているし、でイーグル砲とか相手のババキンとかにねこう捕まってる。ババキンって実は体力1万あるんで、タウンホール並みの体力があるんですよね。超重たいので、これだいぶディガホグがみんなやられましたよねっていう感じで止まっちゃいましたね。ババキンがもう完全にディガホグ止めちゃったっていう。このババキンをキング同士の殴り合いで倒していかないといけなかったんだけど、逆にキングたちが順調に先行しすぎたがために、それが倒しきれなかった。で、クイヒがちゃんと最後に生き残っていれば、また少し違ったのかもしれないですよ。この辺のね、壁をスーパーボールベーカーで1個、今持ってましたけども、これね、無駄に打ってましたけど、これ本当は多分ここの壁開けるはずだったんだよね。で、開けて、クイーンで投石を見ていくみたいな形を作っていけたら前回までいけたはずなんだけど、それをさせてくれない、この中央のシングルインフェルノ、そこに、捕まってしまうそのリスクっていうのを永遠に取り続けちゃったことがやっぱ敗因だったかな。これで、なぞりに行った4人も全部ボケて、この村だけに、ご防衛されたっていうところですね。はい、なのでね、こういう反省をなんていうのかな、得るためにやった対戦なんで、別に、それがダメっていうわけでもなくて、僕自身もかなり考えるきっかけになったし、これからも本当にやっていこうと思うんですけど、こういうね、縛り対戦とか。やっぱ上手くなりたいしね、どうせやったらね。はい。っていうふうに思うんですけども。とにかくですね、皆さんも、こういうクラン対戦で、ちょっとしたこう、工夫を加えてみて、自分たちのスキルアップとかね、ステップアップをしていこうっていうふうに、考えてらっしゃるクランも多いんじゃないかと思いますが、一つの参考ですね。こんな感じで、なぞり縛り、あと、戦術縛りっていうのをやると、
まあいろんな攻め方が、できなくなってなぞりやすくなるんですよね。みんな同じ攻めをするからなぞりやすくなったり、する反面、今回の僕らみたいに、だいぶボコボコにやられます。で秘書権がやっぱりね沼っちゃうんですよ。こういう風に沼っちゃって、全然、何度攻めても、ね、その村が取れないっていうね、ことになります。ただ、これさっき言ってなんでこれでいいかっていう話なんですけど、別のプランで攻めていくっていうのもいいと思うんですよね。でも何かさ、やっぱり前に攻めた人の何かを生かして取っていくっていうことができないような攻め方になってるんだったら、一番最初初見で攻めた人のプランがそもそもまずかったってことだと思うんですよ。で一方でそこを修正しようと思って攻めていくわけですよね、2回目以降は。でもそれが修正しきれなかったっていうことは、自分のやれるというふうに目論んだあるごく限られたパートの仕事っていうのが全然期待通りいかなかったっていう点で、そのなんていうのかな、相手の防衛と自分の攻撃のそのせめぎ合いで、どっちがどれだけのユニットを持っていったらどっちが勝つかみたいな読みっていうのが外れてしまったっていうことになるわけなんですね。なので、そこのところですよね。なんていうのかな、この読み方が外れちゃうと、どんなプランを作ろうにもユニット編成の、工夫っていうのがすごくしにくくなっちゃうから、編成を組む時のユニットのバランスっていうのがよりこう、高い精度でできるようになってくると思うし、あと秘書権攻める際にも、このプランはなぞって取れるなっていうところの見極めですよね。それができてくると、やっぱ初見で攻めるときにもそれで効くんですよ、結構。今の見てもらった真ん中のシングルインフェルノにボコボコにやられた攻めっていうのは、確かに、いけそうな感じに見えるんだけど、実はダメなところにもろにはまっちゃってるわけですよね。で、こういうはまり方を初見でしないように、なぞりでやってもダメなんだ。ということは、何回攻めてもこの村はこのプランじゃ取れないから、そもそもプランがダメだったんだ、じゃあなんでだろうっていう、そこを考えるきっかけになるっていうところでね、僕このシステムは、悪くはない。まあ、負けは悔しいので、もう週1ぐらいにしてね、残り2回はガチで勝ちに行こうと思ってるんですけど、まあ、そういった意味で役に立つ、やり方ではあるのかなと思うので、ぜひね、皆さんも、自分のクランで、こんなような工夫を凝らした、ちょっとしたね、スパイスを加えて、野良戦でのスキルアップ目指していこうなんていう風な、考えをね、持ってらっしゃる方は参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は関西クラクラクラブでちょっとね、レベルアップのためにやっている取り組みに関して、お話をさせていただきました。まあ、その中でも、対戦のリプレイの解説やってきましたけども、どちらかというと僕のチャンネル、その解説の方がメインです。で、今回はタウンホール14でしたが、13、12も扱っていきますので、まあ、幅広いタウンホール対戦ですね、こういったクラン対戦だったりの攻め方、スキルアップ等々に役立つ動画、いいなと思っていただけたら、グッドボタン、またはチャンネル登録の方もよろしくお願いできたらと思います。そしてこれからもご視聴よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。